この番組はコンサルティング&リサーチの KCR 総研の提供でお送りします。金田一洋次郎の直撃インタビュー。本日のゲストは証券コード2744ジャスタック上場株式会社ウィンインターナショナル代表取締役社長の秋澤秀文さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。どうも社長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。御社はですね、一応この、まあ、特選レポートのですね、一応12月号ですね、一応まあ、弊社のことですね、非常にレーティングが高く、はい、させていただきましてですね、ちょっと目標株価もですね、まあ、それなりにちょっと823円ということですね、ちょっと考えておるんですけれども、まあ基本的にはですね、低侵襲、まあ、最新医療システムを提供する総合医療商社というふうに聞いておるんですけどですね、はいはい、まあ、これちょっとやっぱりその低侵襲とかちょっと言葉も難しいというところもありましてですね、はいはい、それをちょっとまず意味をですね、はい、教えていただけませんか。まあ、低侵襲という言葉の意味なんですけれども、はい、その一つは患者さんに対する身体的負担が少ない、はい、うん、身体的負担が少ないということはその分、はい、早く治りやすい、まあ、結果的に早く治るってことはですね、経済的にもその負担が少なくなってくるというふうなことですね。ですので、まあ、昔は1ヶ月かかってたものが1週間で退院できる、3日で退院できると、はい、そういうふうなふうにその医療としては新しいものがどん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 出てきてますので、我々はそれを推進をしていくと、それを大きな一つのシステムとして医療施設にご提案をしていく、そういう仕事をしていく。なるほど、はい、低侵襲というのは、まあ、結局患者さんの体にもう単的に優しいというふうに考えていいんですかね。そうですね、まあ、普通のこう手術とかああいうのってのは結構な負担がかかりますけども、はい、まあ、どんどん要するにその体に優しい医療方法が、はいはい、一応その発展していって、はい、発展していってるので、はい、まあ、最先端のものをお客様にこう、なるほど、こう提供を、まあ、ご提案をするしていく商社であると、はい、まあ、そういうことなんですね、はい、なるほどなるほど。その中でですね、まあ、その低侵襲自体がですね、まあ、結局今 の, その日本 の, その医療行政ってですね、まあ、なかなかちょっといろいろ課題を抱えておりましてですね、はい、まあ、年々その医療費なんかもですね、やっぱ伸び続けているわけなんですけれども、はいはいはい、まあ、この辺っていうのは実際その御社がやられているその医療、まあ、商社活動ですよね、とどういうつながりがあるんでしょうかね。まあ、どういうつながりというか、医療費が増え続けるということはですね、基本的には厚生労働省はそれに対して薬価の抑制切り下げというものを2年に一度行っています。で、我々はそれに対してどういうことをご提案するかというと、やはりその先ほど申し上げた低侵襲医療のこの部分で、コストもやはり安くなりますので、はい、そういう意味では全体的なその医療費の削減、はい、抑え込みというものができるだろうということで、うん、このビジネスを積極的に展開しているということですね。まあ、つまり低侵襲医療を要するにその提供するということ自体は、まあ、基本的にはそのどうなんですかね、まあ、国民医療費の最終的には抑制の中にもつながっていく、はいはい、そうですね、十分可能性がある方法であるというふうに思ってます。はい、まあ、そういう意味ではそういったことを推進するということ自体が、はい、まあ、結構その大きなその社会貢献にもなっていると、はいはい、まあ、いうような理解でもよろしいわけですかね。はい、なるほどなるほど。まあ、そういう意味ではですね、非常に何ですか、まあ、国民にとっても非常に大事なね、その治療法であるということだと思うんですけども、はいはい、まあ、ただその扱われている商品というのは、まあ、それなりに、まあ、かなり特化されているというふうに聞いておりますのでですね、はいはい、まずちょっと主力のですね、その製品とかちょっと商品がちょっと今、はい、並んでおりますけどもですね、ちょっと教えていただければありがたいなというふうに思うんですけども、はい、これはですね、心臓治療のカテーテルの、あ、これガイドワイヤーか、これもしかして、はは、なるほど、あるんですか、あ、こういうものですね、あ、これは、ステントですね、はい、で、こういうものを心臓血管の詰まっているところに持っていって、これを広げると、そういうことによってその血流を確保するとかですね、はい、昔はまあ大きく胸を開いて、まあ、今も胸を開く手術は当然あるんですけれども、こちらの方で治療する件数の方が非常に多くなってきたということはあります。なるほどなるほど、はい、これもう刺して、そうですね、まあ、いろいろなものを事前に使いますけれども、ね、はい、基本的にはそういう、はい、そういうふうな形で使うもの、なるほど、こういうふうなもので、はい、昔はしかも足の付け根からやってたものを、うん、手首から最近は使うようになってきてますので、なるほど、非常にQOL が良くなったというんですかね、そういうことはありますね。なるほど、まあ、患者さんの健康増進ということですかね、はいはいはい、なるほどなるほど。その他の商品というのは、現在特に注力しているのはこのインスリンの自動注入ポンプであります。うん、これはですね、24時間インスリンを微速的に注入をする製品でございますが、今までは注射でやってたと、それをこれで、管理することによって非常に患者さんの QOL が良くなるとですね、
そういうふうなことに製品に対して我々は注力をしながら仕事をしているということですね。なるほど、はい、これあれですね、あのペースメーカーということですので、はい、まあ、結局ここにこうそうです埋め込まれるという、はいはい、そういうものであるということですよね、はい、なるほどなるほど。でこちら の, あ の, その糖尿病治療薬ですけど、これちょっとあんまり見たことないですけどですね、はいはいはい、まあ、大体あのインシュリンというと普通は注射でやりますね、注射で、はいはい、まあ、なんか打たれるというふうにあの聞いておるんですが、ちょっとどんなふうに、これはですね、使うんですかね、ええ、こちらには別のケースがあってベルトとかにつけるんですが、はい、あのここの部分を剥ぎまして、うん、この先にですね、あ、微細な針がついてますので、はい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 、これを大変皮下にちょっと刺すだけです。あまり痛くないんですけれど。なるほどなるほど。それはもう部位はどこでもいいんですか。部位はどこでもいい。大体お腹ぐらい。このお腹の、お腹に刺すような感じで。はいはい、あ、でこれ24時間そのインスリンが出続けるという。微量に。あ、こう人によってこう多少違いますので、それを事前に計測して、その人用に向けた、あのプログラムをして入れると、そういうこと。そうすると重度 の, その糖尿病の患者の方にはかなり。そうですね。あとお子様。子供の方ですね、はいはい、あ、なるほど。やっぱりあの夏休み冬休みになるとお子様の需要が多くなりますので、はいはい、そういう意味では非常にあの QL にいいものだというふうに思っています。なるほど、なるほど、はい、まあ、そういう意味では先ほど の, その心臓といったものも、まあ、非常にあのこう大きく扱われておりますけれども、はい、まあ、トップメーカーということですね。ですが、まあ、この新しいその糖尿病関連の、はい、まあ、こういった低侵襲の治療機なんかも結構積極的に、そうです、ね、まあ、扱われていると。あの低侵襲で心臓周り、それからそのこういう本当の低侵襲のと言われるような部分、うん、これらのものを積極的に販売している。なるほど、なるほど、はい、非常に面白いと思うんですけれども、その中でですね、まあ、ちょっと業績のことをちょっとお伺いしたいんですけれどもですね、はい、まあ、業績の方はですね、まあ、ちょうど今中間期回ったところでございましてですね、はい、まあ、今年はちょっとどうなんですかね、一応小眼科学の一応改定期にもあるということ で、ね、まあ、まあ、医療業界においてはですね、はい、まあ、毎年のちょっと洗礼みたいな、はい、時期であると思うんですけれども、まあ、どうなんですかね、まあ、一応中間の時点で一応前期比減収減益、まあ、これは、まあ、一応想定の範囲内だったという考えてよろしいですかね。まあ、売上の方はですね、はい、大体 1% ぐらいの差ですので、そう、まあ、ほとんど変わってないですよね。そんなに大きな差は出てないというふうに認識をしております、はい、で経費関係がですね、まあ、来期以降に向けて先ほどのインスリンポンプ含めてですね、はい、営業所の開設その他ですね、次のことをやるためのですね、経費として割とたくさん使いましたので、その分が出てきていると。それとか、それとは、はい、来春に向けての経営統合する会社と の, その経費関係、そういうものが出てきていると、うん、そういうことでございます。あ、なるほど、なるほど。まあ、結構じゃあ先行投資、ね、来期に向けての先行投資も来期以降に向けての先行投資やられてるんですね。具体的にはどういう先行投資をされているという、はい、人ですね。人、人材でございますか、はい、なるほど、なるほど、はい、やっぱり専門性が非常に高いので、そうですね、まあ、来期に向けて の, その人材投資を随分力を入れられているという、はい、まあ、そういう理解でよろしいですかね、はい、なるほど。まあ、そういう中でですね、一応まあ業績に関しては、まあ、とりあえずまあ来期はちょっと楽しみといったところだと思うんですけれども、はいはいはい、まあ、その中で、まあ、結構今期ですね、まあ、結構大きな決断といったらあれですけれども、はい、まあ、社名も変わるという、まあ、ことでございまして、はいはい、まあ、特に東北の一応そのトップクラスの会社ですかね、はい、まあ、同様だと思うんですけども、はいはいはい、まあ、そのテスコさんという会社さんとですね、うん、まあ、一応統合されていくということでございますが、うん、この辺のちょっと意味とかですね、ちょっと背景みたいなのはどうなんですかね。まあ、もともと M&A というかですね、こういう経営統合ということについて割とこう慎重な発言をずっとしてきたんですが、簡単に言うと、市場環境を含めてですね、環境が動き出したと、うん、なるほど。でその中で我々としては、まあ、いい会社さんとずっとこう、うん、こういうことをしたいなというふうには考えてたと、うん、で、まあ、テスコさんとはですね、7、8年前から資本業務提供してましたので、はい、で、まあ、この時期に至って、双方でじゃあ次のステップに行こうかということで、うん、まあ、共同、まあ、株式共同移転で、はい、持ち株会社、ウィンパートナーズを作って、その下にウィンインターナショナルとテスコがぶら下がって仕事をしていく、そういう形になります、はい、で逆にこれはそれとですね、はい、これは業界に対するメッセージでもありまして、うん、我々だけがその生き残っていくとか、うん、そういうことじゃなくてですね、はい、やはりそのお互いが補完し合える部分っていうのは他の会社さんもあるはずですので、うん、なるほど、そういうところと一緒になって仕事をしていきたいというふうなことで、考えた次第であります。まあ、冒頭で言ってたその低侵襲であるとか、はい、まあ、例えば国民医療費の問題とか、はいはい、まあ、そういったところは要するにその、まあ、なんかこうもっと良くしていこうよと、はいはい、こういうようなところをですね、そうですね、こう一緒に志の同志を
集まってよってこういうイメージですか。そうですね、はい、そういうメッセージを出してるってことですか。そうです。なるほど。テスコさんのことにちょっと詳しく聞きたいんですけども、かなり業績もいい会社ですね。そういう意味では、御社はもともと財務体質も非常に高い会社でございますけども、はい、特にそういう財務体質とかどうなんですかね、その M&A ということだが、まあ、こういうそのホールディングス化とかいろいろ聞くとですね、うんうん、まあ、のれんの焼却ですとかね、はいはい、まあ、そういったことなんかでこう業績に影響を与えるんじゃないかという心配される投資家も多いかと思うんですが、その辺っていかがですか。基本的にはあまり何も大きな問題はないというふうに考えています。はい、むしろシェア拡大といいますか、はい、まあ、強化される部分が非常に大きいという、やはり東北地区で中心の会社でございますので、うそういう意味では我々として その東北での、はい、我々全体としての東北での大きな共闘法になるというふうに思っています。なるほど、はい、まあ、今後もそうしますと御社としてはその、まあ、パートナーズ化したということで、まあ、選択肢も随分増えて、はいはい、まあ、結構その、まあ、MA も含めて、はい、ということですけども、そうですね、まあ、業績自体をその成長させていく、はい、加速させていくという、うん、まあ、そういう方向性が出てきたという、そうですね、そういうことですね。はい、あ、なるほど。非常に楽しみなんですねお話ですですね、はい、まあ、特に来期はですね、まあ、御社の場合業績がですね結構こう伸びて右肩上がり伸びてるんですけども、うん、まあ、どうしても2年に1回ちょっとこうジグザグとこうしてるところっていうのはやっぱりどうしても消化価格の影響でそうなってるということですよね。分母が大きくなってきてますので、なるほど、まあ、そういう部分多少ありますけれども、はい、まあ、そういう部分を超えてですね、超えて来期以降は成長できるということですね、いうふうに考えています。あ、はい、まあ、非常にちょっと楽しみにしている投資家も多いかと思いますので、はい、ぜひですねちょっとまたいろいろと教えていただければというふうに、はい、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。証券コード2744ジャスタック上場株式会社ウィンインターナショナル代表取締役社長の秋澤秀文さんでした。金田一さん、この企業を見るポイントお願いします。はい、それではインタビューをまとめてみます。ウィンインターナショナルは低侵襲最新医療システムを提供する総合医療商社である。低侵襲すなわち検査や治療において身体的負担を少なくすることで患者の QOL を向上させることを目指している。国民医療費は年々増大を続け社会的問題となっている。低侵襲医療は国民医療費の増大を抑え病院経営を合理化する効果も併せ持っている。第2クォーターは売上高は前年同期比 1% 減、経常利益は 13.6% の減益となった。今期は償還価格改定の年であり減益幅は想定の範囲内である。価格交渉が進んでおり下期から来期にかけて大きく挽回できる見込みである。 M&A の環境が整ってきたと考えており今後も一層注力していく構えである。来期は統合効果も大きく今期の価格交渉が大きく進展する期と想定される。KCR 総研の総合判断レーティングはプラス2であり、買いを推奨。当面の目標株価を823円とする。以上、直撃インタビューのコーナーです。この番組はコンサルティング&リサーチの KCR 総研の提供でお送りしました。